はい、クラウドです。今回は世界の遊びを極めたらしいので、マリオカート7をやっていこうかなって思います。はい、まあ、世界の遊び大全っていうゲームを、なんか51種類あるゲームを、まあまあなんかね、全トロフィー、まあやばいまで、 CPU のやばいまで勝つみたいな感じかな。まあそういうのがないところもあったんだけど、もしか、まあ大体そういうのをクリアしてたら、まあ極めれたみたいな感じでね、で最後が麻雀だったから麻雀の画面になったって感じなんですけどね。ちなみに麻雀は全然僕は分かりませんでしたけど、なんか上がり方がいまいち分からんのよね。このなんだっけ、泣いた時にさ、どうやって上がるかいまいち分からんかったんですよね。まあそんな麻雀の話はいいんだけど、すごいとこ行っちゃったよ話で、無理やりだな。どうしようかなこれ。ああ、ありがてえ、気をつけた。まあとりあえずこれは交換だな。で、これラッキーだな。そういうわけなんですよ。やったってわけなんですよね。でまあ、なんでマリカー7したかっていうと、一応それのパロディで。ね、マリカセブンの動画を上げたからっていう話なんですけど、あの動画、もしかしたらこの動画上げてる頃には、あれだね、10万くらい再生されるんじゃないかなって思ってます。はい。今この子に当てたかったんだけど、まあ、いっか。譲れた。よしよしよし。いやー、マジか。せめて当たって、せめて当たって。終わった。マジかよー。やるな、ドンキー。よくられたね、これ、ドンキーに。はい、というわけで、今回は、こんな部屋で走っていこうと思います。はい、よろしくお願いします。でさ、世界の遊びマリオカート7が、ね、地味に伸びましたね。どうもりのやつはそこまで、まあ、でも普通の CM 集よりかは伸びてたっけ、忘れたけど、まあそれよりか伸びたような気がするんですけど、これはちょっと一旦、な感じで、まあありがたいことに10万くらい再生されたんでね、まあまた面白い動画を作れればいいかなって思うんですけど、そんなネタもなく今をこうやって生きてます。ミスっちゃった。当てとこう。取んないか。俺に当たりそうだ。危ねえ。あれ、1位の人を泳がしてるけど、まあ、1回は、とりあえずは飛ぶで死んでくれるかなって感じなんで、とりあえず。なんで、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 ああ、危ねえな。全体的に遅かったんだよな。いや、無理だよ。いやー、またこれドンキー泳がしちゃうな、1位。基本的にこのゲームマイゲーだからな。いやー、サンダー警戒してなかった、まったく。しまったな。いやー、これで1位との差は、ぼちぼち、ね、近づくとは思うんですけど、違うな。多分回避してる人がいるな、これ。ミスっちゃった。ボムを前になりたかったんだけどな。当たんないかな。どっか行っちゃったわ。危ない危ない危ない。ただ、これは追いつけねえな。そうですよね。無理です。負けました。よ、避けたな。当たってんのかよ。これは、あれ？これ2位になったんだ。何かドンキが1位になったのか。いやー、また、カンスト社が1位か。え？え？俺2位なの？え、そうだよね。なんか、いや、多分、あれだな、ラグだな。ラグだと思うんですけど、よくわかんないことになってました。はい。はい。そういえば、もしかしたら投稿してるかもしれないけど、世界の遊び、そう、一応、まあ、極めたらしいんでね。まあ、51種目、
ちょっとは動画にしようかなって思いまして、動画にしていこうかなって思います。はい、一日何本か、一日っていうか一回の投稿で何種目か、まあ10分くらいの何本かを投稿しまして、まあそれで遊んでいければいいかなと思っておるんですが、いやーそうですか、あのこれを多分俺相手の方ができねえな、残念、強いなマナさんは。一応警戒してアウトもあったけど、俺は1、2あれだな、俺らだからトゲ待つしかないね。このゲーム1位のアイテム強いからね。といってもまあクラクションがあるのとないとでは結構違うような気がするけどね。ああそっか、8の癖が出たわ。どうするかな、とりあえずこんくらいの間を開けといて、あとね、とりあえずトゲスと当たったらあかんの、当たったらあかんから、ドリフトできなかったけど、どういう感じ、ああ落ちるまで行ったら結構ロスでしょ。でこれ俺どこで赤コーラ使うか分かってるかな、これ使うんですよね。ありがとうございました、僕の1位です。はい、こっから負けるとしたらバナナに引っかかってトゲ食らって3だけだって GG かな、とりあえず勝ちかなと思います。はい、一応ここにバナナ仕掛けといてちょっと頑張って、まあ、というわけでこのゲームは1突破してたら勝てるゲームなんでね、まあ、1位か2位が強いと思いますよ。本当に飛んできたな、飛んできたけど間に合うんかこれ、どのくらい差ついてんのマジでやばすぎでしょ。まあショートカットがないコースはこうなっちゃうゲームですよね、キラーが弱すぎるんで。長えな、もうこれカットしとくわ。はい、カットします。はい、ラスレかもしれません、てか人数が減ったのでラスレにします。クパキャですね。前出て勝ちましょう。5人なんでトゲゾーとかもあんまりないんじゃないですか、という感じでしょうか。あーいいね、強いね。初手出られるな、なんかうまいことバックスのされたら俺の負けかな、そこは逃らないか。もう一回バックスなしてきそうだけど、さすがにしないか、やべ、全然取る気配がないわ。これ結構競ってるな、一回バックスなしてきそうだけど、前に投げて自爆するんじゃないこれ、しないか、さすがに。まあ一回使って、なんか二度差引いてるのか、かわいそすぎる、完走者の人。とりあえず、これ一周したか、一周した臭くないか、気のせいか。いや、てか、もうトゲゾー食らった時点で俺の負けやん。一周してないんか、普通に、落下回避したか。してるじゃん。一周してねえじゃねえか。俺は、ドンキーの子が当たって、かわいそう。あれなんか勝った。はい。なんかよくわからんけど勝ったので、僕は気分がよく、このゲームを終わることができます。というわけで皆さんもね、世界の遊び大全、遊んでみてください。そしてまた、この、それの動画あげるんで、よかったら見てください。お疲れ様でした。